口の陰線。風は変わらずホーム追い風コンディションです。進入は内から6番、2番、5番、1番、3番、4番スタートしました。4コース角から1号艇下田がコーススタートを放ちました。1周目1マークへ向かって角から仕掛けていく1号艇の島で、内を狙って3号艇の中澤がまくり出しに構えますが、内2号艇ウリュウとここはもつれ合いまして、1号艇の下田が先頭に立ちました。3点 C 先行してスリットラを通過、スタートは前提正常。現在先頭争いは1号艇、6号艇、後ろ2番、3番、5番、第2番では1号艇の貝原マーガルコースに上がってまいりました。後半戦です。第7レース一般戦、1番、2番、3番、4番、5番、6番と番組3対3で勝負です。1秒今スタートしていきました。コーススタートは角から4号艇の角度で、1コース、2コースの1号艇、2号艇のこの辺りがいいスタート。逃げる1号艇の山崎、逃げていった4号艇で刺して2号艇、3号艇は膨らんでいって、あとは5番、6番です。先頭には速攻から1号艇の山崎、どもやで現在2番手、2号艇の松井茂で、3番手に4号艇の上条信孝、早くも人気どころが1号艇で、あとは6号艇、5号艇、7号艇。Thank you.